さあイーグルスの選手が各ポジションに行っていきます。今日はこの岡島を1番に出てきました。ずっと開幕から1番は比江島が務めていたんですけれども、今日は岡島が今シーズン初めての1番に入ります。そしてウィーラーが今日はファーストのポジションに向かいます。こちらは打撃好調の藤田、左投手に対してのスターティングメンバーに6人の左バッターがいるんですけども、オープン戦対戦した時に、ね、あまり左バッターが気にせず打ってたんで、はい、もうそういう意味では問題ないのかなという気がしますよね。この後藤もレブランからヒットを放っています。そしてサードには銀次、今日も5番で出場です。今日はスタメンマスクはこの小関がかぶります。今シーズン初めてのスタメンマスクということになります。そして指名打者、今日も4番に入りましたペーニャです。両チームの4番バッターにね、本来なら1本2本のホームラン出てもおかしくない状況で、まだホームラン出てないですよ ね、中村ペーニャっていうところ、中村に関して言えば打点もないですからね。あ、そうですね、まあ、去年のパリーグのホームランを取った中村メヒア、そして、まあ、日本差で3位だったペーニャと、この3人が両チームにいます。さて今三間がマウンドに上がりまして、投球練習の前に始球式が行われます。今日の始球式はパンサーの尾形さんが務めてくれます。でもまあやっぱりこうパフォーマンスがあっての始球式ですね。どうしてもその力が入ってしまうと、はい、しっかり握ろうと思う分引っかかりますよね。あ、はい、逆にリラックスしすぎると抜けてしまう、難しいですよ、はい。まあ、尾形さんもそんなに始球式の経験はないでしょうからね。このパンサーの尾形さんの始球式が終わりました。